さんちょっとお集まりいただきましたけど、はい、今日は昼間からねホストたちが昼間から集まってますが、今日は何やるかと言いますと、はい、1回ローランドさんとお話ししたことあって、はい、ホストの方たちって高いお酒を入れてもらってるじゃないですか、まあそうですね、何百万何千万、はい、お酒の味って分かってるのかみたいな話を。もちろん分かりますよ。なるほど。そうですよね。ゼロワンさんも普通の人は想像しえないようなお酒飲んできたと思うんですけど、10年ですよ、僕はホストやって分かんないわけがない、はい、なのでちょっと今日は利き酒選手権っていうのをちょっとこの4人でやりましょうか。やっていこうかなと思うんですが、はい、皆さん自信の方どうですか。そうですか。どうさん、やっぱりエレガント言ってるんで見せるわけがないですね。ジェネリック版ローランドが。ランさん、あ、自信あります。外さないっす。無理だよ。はじめまして、お願いします。よいしょ。今日お願いします。よいしょ。めっちゃ顔綺麗。よいしょ。ギンさんは、一番僕が参加したあかん企画っすね、これ。何？でも絶対わかんないですよ、こんな。わかんない。絶対わかんないです。涙袋トレーニングだけは、あのとりあえず2ヶ月間はずっとやってましたけど、こうやって。うちの、まあ、店でいうなんかパパみたいな感じの存在感、後輩指導。大丈夫と思う。うん、なんとなくわかる。やっぱ価格差、このボトル6本もあの前2本は同じぐらいなんですけど、後ろ3本はあのちょっとずつ価格がやっぱ違うんで、この前2個見分けるの難しいと思いますけど、はい、まあいきますよ。ベラノッテがバー営業始めたんですよ。でそのバー営業 の, あの、まあ、一応マスターっていう感じでね、アヤトというあのバーテンダーがおりまして、プロに作ってもらったハイボールを、はい、まあ、僕らで試飲しようかなと。じゃあ一応ルールのおさらいですけど、いろんな種類のウイスキーがあると思うんですけど、この中から、6種類提供します。その順番が何だったのか、最後順番を皆さん1人ずつ、ローランさんも試されてます。じゃあ、今から1杯目作りますので、ちょっとアイマスク皆さんつけてください。アイマスクしたら俺とロマネの差ってさ、どこなんだろうね。マスクってどうやってつけるの。どうやってつけるのこれ。かぶったっすわ。気がしますよ。あ、怒られたな、これ。あ、怖い。取っていいですか。はい、取ってください。じゃあ、皆さん。はいはいはい。てか、美味しくないってか、普通カラオケの味。もう、美味しくない。うん。ジョニーウォーカーかな。俺、ブラックニッカ飲んだことあるんですよ。ジョニーウォーカー飲んだことないから、で、この味だったら多分俺ジョニーウォーカーだけど、これ書くかな。お二人はどうですか、銀さんと。僕、ジャック・ダニエルな気してますけどね。いえいえ、ジャック・ダニエル。ジャック・ダニエルジャック・ダニエルはないんだ。どうすか、どうすか、どうすか。じゃあ一回書いたら見せてください。ロマネさんが書く、ローランドさんジョニーウォーカー、はい、で、ダンさんがブラックニッカで、銀さんもブラックニッカ。うわー。
OK。 じゃあ2回目できたんで、はい、2回目、はい。いやでも難しいな。いや分かんな、分かんなくなってきた。12年かな、バッカラ12。あ、でもまあ飲み比べできるんだろうな。一応これ保留だな。でも12年だ気がする。下、下感、ちょっと下感似てますね。来たことあんの？ないんすよ。ねえのかよ。なんで飲んだことで下感じてますね。下半島の感じが。あ、どこがいたっけ。これが、僕はもう、どこがいたっけ。どっち？これ下です、絶対下。絶対。あ、マジで。これもついこの間も飲みましたもん、この味。下来た。下半島は僕の飲みましたわ。でもね、なんかね、シェリーオークの甘みみたいなのがね、ちょっとあるんだよね。なんですか、シェリーオーク。シェリーオークは、まあそのオークの、まあ、名前なんですけど、うん、甘みがこう、強い。マッカランもそうですけど。マッカランの俺、どっちかだと思うんだよな。ナンさん、何でした？あ、チタにしました。本当に？本当かよ。飲んだ瞬間チタの。次お前から答え。一番最初に。お前飲んだ瞬間もチタかと思ったです、僕は。1よりは甘いです。全然 味違かったですね。ファーストコンタクトは万人受けそうだけど、高くはねえ気がするな。ラン、いけ。確かに。確かに今回マッカーです。何年ですか？12ですね。安い方。安い方。これ角杯だと思う。角杯。なんかもう馴染みの味って感じで、口当たりいいけど、そんなになんかこうエレガントさっていうのはなくて、万人受けっぽい感じのテイストな気がするんですよね。なんか多分居酒屋とか俺よく結構行くんで、同級生とかと。あ、居酒屋らしい。美味しいわ、これは。これは美味しい。多分俺、あ、もうこれ分かった、25、うん、これはもう美味しいですわ。え、もうその即答なんですか。うん、だって全然違うもん。美味しい、美味しい、全然違うよ、これ。マジで全然違う。これ一番美味しいわ。でも他の人みんな、なんか首かしげてます。いや、いいんじゃん。だからもう、あの、あれだって分かった、やっぱそこが俺に勝てない理由だな。ってなると、俺これ2個目真っ赤なんじゃねえわ。だってローランさん多分もう2つ出てますね。あ、これ変えるわ。これ真っ赤なんだよね。順番を変えたのが自信あります、これ。マジでこれ、あの、外したらホストやれます。そんなこと言っちゃっていいんですか。あ、大丈夫大丈夫、本当に大丈夫。じゃあ、いただきます。5枚目です。あ、僕これ決まります。え、何？止まったら飲むにっす。もうこれはもういつも飲ませていただいてる味なんで。それはどういうシチュエーションで飲んでるんですか。まあでも、これはヘルプだったりとか、自分のお客様だったりとかで、馴染みのある味かなって感じですね。実際ホストクラブで飲んでる。そうですね。どうなんですか。そうね、結構俺割と好きな味なんですよ。バナナチャイズ25かもしれないですけど、俺らがね、マッカランの。あー、そうだね、確かに、マッカランどっちかだ。うわ、どっちだろう、これ。でも俺、多分ね、さっきのが25だと思うわ。マジですか。でも、この2つマッカランであることは、マジで、俺これ、外したホストやりますわ。あ、ダンさんは？もう、書くっす。うそやろ、マジで。マジでそれ、書く、なんで、理由は。なんで書くの。ちょっと、居酒屋のマージャンです。うわー、これを書くっていうやつ、俺、こんな働けないかもしれない。次ちょっと、あの、銀ちゃんとランに、あの、ローランドとロファネの髪の毛の違い、そのクイズで圧倒的な差を感じてもらおうかなっていう。やっぱさすがにね、さすがに分かるよ。はい、手出して、手出して。はい、持って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 、はい、
ワッフルサラサラっすね。で、次2人目。うわ、怖いっす。わかんないっす、銀さん。マジで。え、じゃあ銀さん行きましょうか。どっちもサラサラだった、これ。行きますか。はい、それ1人目です。はいはいはい。はいはい、でも全然わかんない。あの、僕分かったっすか。今2人目。え、一緒やん、ほぼ。このくらいのね、違いはわかるよな、やっぱローマレ、まあまあまあ、ローマレ見てると全然触り心地違うように見えますけど。割れたね。瞳の方がちょっとゴワゴワとしてます。あーで、目がロマンですよ。で、一人目がちょっとさらってしたんで社長かなと思って。あ、一人目なんだったっけ。一人目ちょっとゴワゴワして。あー、なるほどなるほど。ゴワゴワして理解すな。じゃあ、銀さん真逆ですけど、一人目の方がなんか艶感っていうか、艶感その、まあ、はい、ちょっと、はいまあ、ちゃんと油分入ってるのかなみたいな感じ。はいはい、なんか一人目なんだっけ、一人目なんだっけ、一人目のツヤ感というかね、ツヤ感、はい、みたいな感じで。二人目は二人、まあ、めっちゃ良かったんですけど、まあ一人目の方がちょっと良かったっていうところで、はい、じゃあ正解は、まあ、もう銀さん間違った。これがちょっと良すぎたけどね。ごめんな、なんか油分足りなくて。今日出勤休むかな。今日ちょっと出勤やめとこうかな。怖いな。結果発表していただきますか。1番目どれだ。1番目ジョニーだろ。1番目発表してください。ジョニーウォーカーのブラック。ああ、やっぱね、やっぱそうだ。え、ジョニーウォーカーじゃ誰みんな。いやー、出ましたよ、居酒屋。それはやっぱ5番目の居酒屋っていうわ。やっぱ一番スモーキーだったよね。そうそう、スモーキーってヒントがすごい良かったです。いい店、やっぱザクラブいい店。はい、うん、やっぱ味わかるホスト多いわ。で、2番で出る。2番気になるな。2番なんだろう。2番は、チタです。あ、チタなんだ。うわ、マジか。いや、わかりました。あ、まあ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 、これ、あれ、いや、ちょっと、あの、ブラックニッカ、ブラックニッカじゃなかった。まあでも、この辺は一緒だ。ほぼ一緒。2、3難しかったわ。じゃあ、3番目発表してください。はい、そう、3番はマッカランの12年です。え、マジ？嘘やろ。嘘。まあこうっすよね、やっぱり。うわ、マジで。嘘やろ。美味しかった。え、だとしたらごめん、5が絶対に25だわ。いや、やっぱ分かるんすよ、味が。もう、うるさい。え、3マッカランの12年ですか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。え、アベルマイズコースもしてよ。うるさいな、お前。うるさい。4、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 4
よう美味しかったよ。よう、ね、うまいっす、よう、うまいっす。カクすごいっすね。カクすごいね。直したらカクすごい。全員不正解。ああ、よっ、ね、カクすごいと思う。めっちゃ美味しかったっすね。美味しかった、美味しかった。ああ、これ多分ヴィンテージはちょっとなんかウイスキーですって言われたらなんか俺カクでもありがたく飲める気がする。サントリーすごい。そうですね、すごい。で、ちょっと5番大事ですよ。5番、これ多分マクラ25でやってる。5番いきますか。5番ですね。やっぱりそうだ。ちょっとマクラ25年で途中に行ってこれだけじゃないですか、これ。いやー、悔しい。ロマネ4番だけでしょ。サボったな、ちょっと。やっぱ5美味しかった。一番高いところだけは抑えてくるで。うざー、なんかうざー。よく喋るな、お前。これが一番だ。本家が負けた瞬間ね。
ニセロマネになりましたよ。ニセロマネ、ニセロマネ、これからロマネさんの真似をしてる人はい、って感じ、はい。え、てか待って、俺朝日ランギか。待って、あ、すごい。うわ、最悪だ、マジで。最泣けてきたわ。ジョアさん、言ってんの？言ってんすよ、俺もジョニー・ウォーカーしか。ジョニー・ウォーカー飲むわ、毎日。いや、俺何より恥ずかしい、俺朝日ランに負けない。すげえ嫌なんだよな。あのさ、マッカランの25さ、うん、居酒屋って言ってたやつに負けた時の気持ちは。ご飯ない居酒屋。居酒屋ですね。飲み放題です、飲み放題。飲み放題。やばいな。最悪だ、ちょっとリベンジしたいっす。第何人生第何人生第何人生第何ホスト引退じゃないよ、社長。それはもう。もうなんか出直しますわ。はい、悔しいっす。